もう立派な冒険者だ。引きこもりでもニートでもないからな。メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。この巣場、これからは個別撮影会よ。エーリカ推しのみんな集合。待ってました、俺の魔導カメラが火を吹くぜ。私の魅力を存分に写真に収めなさい。まずは普通に可愛いポーズ。かわいい超絶かわいいエリカちゃん。あ、エリカちゃんのファンの人たち、すごい熱気。ステージを降りてもファンサービスを怠らないなんて、エリカはすごいな。振り向きざまのかわいいポーズ、右斜めからのかわいいポーズ、どの角度でもかわいいでしょ。かわいいです、エリカ、エリカ、僕らのエリカ。あんなかわいいポーズ私に撮れるだろうか。僕もちょっと自信がないな。ちょっと、リアもシエロもボケーっと突っ立ってないで、かわいいポーズを取りなさい。ファンを喜ばせてこその踊り子でしょ。恥ずかしいなんて言い訳にならないんだから。確かにそうだな、頑張ってみるよ。僕もエリカちゃんに負けないくらいファンを喜ばせてみるよ。この巣場、いいよリアちゃん、すっごくクールだ。ちょっと髪をかき上げてくれる？こうか？最高！まぶたに焼き付けたいよ。シエロちゃんの笑顔もどんどん良くなってるよ。ありがとうございます。なんだかリアとシエロの方が盛り上がってるような。まさかあの二人の方が可愛いとか？少子！何をおっしゃいますか、エリカちゃん！そうだそうだ、私たちが保証します。一番可愛いのはエリカちゃんだ！え？本当に？踊り子の中で一番可愛い？というか、この国で一番！まあ、正直なんだから。私のとびっきりセクシーなポーズ収めなさい。一瞬でも自分の可愛さを疑うなんてどうかしてたわ。これだけファンが乗ってるんだもの、私の可愛さは本物ね。エリカちゃん、次はもうちょっと太ももを強調する感じでお願いしてもいい？こうかしら。控えめに言って最高！エリカちゃん可愛いよ！この唇に指を当てて、物欲しそうな目でこっちを見て。こう？すごくいい！可愛いだけじゃなくセクシーだ！私もまだ知らないエリカちゃんのにじみ出す大人の魅力にどうにかなってしまいそうだ。みんなが私の可愛さに夢中になってる。ちょっと恥ずかしいけど悪い気はしないわね。それじゃあ胸元のボタンをあと2つばかり外してもらってもいいかな？それはさすがに外した方が可愛いよ。まあ仕方ないわね。はい、これでいい？
エリカちゃんは NG がないな。何でも言うことを聞いてくれるぞ。みんな、もしかしてこの勢いならまだ見ぬ未知の聖域にたどり着くこともできるんじゃないか。よし、一か八か、最後のお願いだ。かわいいかわいいエリカ様、パンツ撮影させていただいてもよろしいでしょうか。仕方ないわね。仕方ないわけあるか。ていだ、どうしてブツの。あたしがかわいいからって嫉妬なの。違うよ、リアちゃんはエリカちゃんの暴走を止めたんだよ。その通りだ。このままじゃ踊り子じゃなくて侍女と呼ばれることになるぞ。侍女？私がそんな真似するわけ。確かに、うん、冷静になって考えたら恥ずかしいわね。結構危なかった気がするわ。ありがとうリア、目が覚めたわ。あんたたちよくももてあそんでくれたわね。変な写真を撮ろうなんて許せないわ。ごめんなさい、エリカちゃんがあまりに可愛くて。私も調子に乗ってました。エリカちゃんの魅力に負けて。もうしません、許してください。世界一可愛いエリカ様。私のこと世界一可愛いって言った。もうそこまで言われたら仕方ない。い加減にしろ。ファンを乗せるのが踊り子って言ってたのに逆に乗せられちゃったね。うふう、気をつけます。このスバキャラエピソードとこのスバストーリーはキャラとの絆を深めると解放されます。このスバ、あとは毒消しと馬車用の酔い止めポーションと、あ、ランタンの明かりが長持ちする魔道具はある。はい、こちらに。おや、これはこれは、踊り子の娘ではないか。魔道具店に顔を出すのは久しぶりだな。まあね、明日からクエストに出かけるからその準備をしてるの。念のため忠告しておいてやるが、ポンコツ店主の還元に惑わされて余計な品物を買うでないぞ。ちょっとバニルさん、私はどんな時も責任を持って素晴らしい商品を提供しているつもりです。うちの店には余計な品物なんてありませんよ。と言いつつ余計なものがあるって噂は聞いているわ。必要なものしか買わないから安心して。それは何より、何時の顔に競争が浮かんでおるのでな、少し気になったまでだ。競争？何それ、可愛い顔が台無しじゃない。どうしよう、ビタミン不足かしら。この先何時は選択を迫られるはずだ。どのような結果になるかが楽しみだな。待ちなさいよ、選択って。もう悪魔は性格悪いわね。不安を煽って消えるなんて。バニルさんはそういう方ですから。ところでもう買い物は十分ですか。もしよろしければ麻痺の効果拡大ポーションもおすすめしてるんですけど。それ麻痺の範囲が無条件で広くなる代わりに術者まで巻き込まれるってやつでしょ。いらないわよ。今私に必要なのは競争を消して可愛くなるための栄養ドリンクよ。そういうのはないの。栄養ドリンクですか。そういったものは今は、あ、栄養があるかは分かりませんが、ニャンポーションならありますよ。ニャンポーション？誰で
も可愛くなれるマジックアイテムですけど。買うわ、超買う。だって可愛くなりたいもの。可愛くなれば競争なんて消えるわよね。ありがとうございます。注意書きをよく読んで使用してくださいね。可愛さを増加させる、なんて素敵なアイテムなの。もっと早く出会いたかったわ。このスバたった今。おかえり、エリカちゃん。クエストに必要なものは買ってきてくれた？ええ、この袋に全部入ってるわよ。クエストもバッチリね。ずいぶんと機嫌がいいな。何かあったのか？とってもいいものを手に入れたの。じゃじゃーん、にゃんポーション。これを使えばなんとなんとなんと可愛さが増加するんだって。エリカちゃん、これ以上可愛くなったらどうなるんだろう。可愛すぎて逆に怖くて逆に逆に可愛い。まさかウィズの店で買ったのか。危険だ。そうだよ、副作用とかあるかもしれないし。ちょっと貸してみて。あ、こら、返しなさいよ。使用上の注意は、あった、ここに。ニャンポーションはその名前の通り、飲んだ人の容姿を猫のように可愛く変身させるポーションです。あら、猫のようにっていい表現ね。具体的な変化として、まず全身が毛むくじゃらに、さらに毛も耳とヒゲ、それに尻尾も生えてきます。え？服用者のお友達や家族は、服用者が市場のお魚を加えて逃げ出さないように注意が必要です。で、これ猫ちゃんのように可愛くなるっていうか、これ猫ちゃんになっちゃうポーションだよ。そんな。鳴き声もニャーとなりますと書いてある。飲んだら大変なことになっていたな。危ないところだったね。猫ちゃんは確かに可愛いけど、エリカちゃんが猫ちゃんになったら。ちょっと待って、今なんて言った？エリカちゃんが猫ちゃんになったら。その前よ、猫ちゃんは確かに可愛いって、私より猫の方が可愛いって言うの。そこまでは言っていないだろう。比べる対象じゃないというか。納得いかない。そんなに引っかからなくても。分かったわ、認めてあげる。私だって猫って可愛いわよねって思うもん。でも負けは認めないわ。私よりも猫の方が可愛いって言うなら、私人間やめて猫になる。待て、エリカ、ポーションを飲もうとするな。誤った選択だよ。猫になったら歌ったり踊れなくなっちゃうよ。いいのよ、可愛くなれるなら、可愛くなれるなら。ねえ、シエロ、早くそのポーションを捨ててこい。はーい。待てー、ポーションを飲ませろ。このスバッ